驚異の大逆転劇男。ボクシングが、平和な少年を成長させる。今回は、はじめの一歩の主人公、幕の内一歩を徹底解説。動画の後半では、一歩の戦績と復帰後戦ってほしい相手を考察。幕の内一歩よりも強いフィジカルとメンタルを持っている人は、高評価に向かって、デンプシーロールの乱れ打ち。お気に入りのキャラやシーンを、ぜひ教えてくださいね。高校生の時はいじめられっ子だった彼が、高村との出会いでボクシングにのめり込みます。幼い頃から手伝ってきた釣り船屋の手伝いで、もともと強力なパンチ力と足腰を持っていました。鴨川会長の教えと、それを信じ、繰り返す練習量で、格上の強敵をも倒せる実力を発揮しました。戦績は26戦23勝3敗。典型的なインファイターで、打たれても打たれても、大逆転劇を繰り返してきました。一歩の必殺技の代表はデンプシーロール。ウィービングしながら左右の強打を連打する最強スタイルで、並みいる強敵たちをマットに沈めてきました。ただ攻撃が単調になりやすく、何度も破られてしまいます。しかしその度に改良を重ねる一歩、横回転に加え縦回転も行えるようになりました。日本チャンピオンを8度防衛し、世界戦に挑戦する矢先に元世界 WBC 2位アルフレド・ゴンザレスに敗北。その頃から重大なパンチドランカーの症状が現れていたのです。復帰戦でアントニオ・ゲバラに敗北。ボクシングを引退してしまいました。ボクシング以外では大まで純粋な性格の一本。男女問わず引きつける魅力を持っています。彼女である真柴久美のほか、後輩の妹板垣七子や記者の飯村麻里にも好意を持たれています。対戦相手とも良好な関係を築けるのも一歩の魅力。ウォーリーに懐かれ、仙道ボルグとは私生活でも交流を持っています。世界チャンピオンのリカルド・マルチネスも一歩を高く評価しており、ボクシング界は彼を中心に動いているようだとも評しています。一歩は引退してからしばらくの間ボクシングを離れていましたが、鴨川ジムトレーナー篠田の要請もありトレーナーとして復帰しました。初めてのトレーナー業、慣れない間は失敗続きでしたが、持ち前の努力と観察眼でみるみる成長していきます。特に相手のことを徹底的に調べる勤勉さで、相手の特徴や弱点、攻撃パターンまで把握するんです。木村の試合や真柴の試合でもその観察眼を発揮、2人を勝利に導いた影の盾役者となりました。なんとその腕を買われてか、リカルド対ウォーリー戦のセコンドにも起用されてしまいました。トレーナーとしてミット打ちにも力を入れる一歩。選手のパンチをミットで的確に受け止め、隙を見て選手に攻撃を行う。幕の内のミット打ちの技術は鴨川ジムでもトップクラス。その際は世界チャンピオンのボルグ相手にも通用します。ボルグのフィニッシュブローであるホワイトファングを受け止め、なんとカウンターを合わせるまでになっていたのです。しかもトレーナーとなった今でも手足の重水負荷は変わりません。現役時代よりもよりスムーズに攻撃ができるようになっていたのです。一歩の初対戦は宮田でした。入門後すぐに行ったスパーリング、負けはするものの将来性が期待されたんです。期間を空けて宮田との再戦、倒し倒されの連続ですが、一歩のショートアッパーで宮田のダウンを奪いました。デビュー戦の相手が小田雄介、まぶたが切れるというアクシデントも経験しますが、強打で押し切りました。2戦目は藤原芳雄、反則技をものともせずアッパーで KO をしました。東日本新人戦でジェイソン・オズマと対戦、激戦の末強烈なラッシュで倒し切りました。2回戦では小橋健太と戦います。一歩の攻撃パターンを読み切りポイントを奪われますが、小橋が KO 狙いに来たところを狙い撃ち、新勝しました。準決勝では早見隆一と対戦、一歩の攻撃で足が止まった早見、打ち合いで分があるのは一歩でした。東日本新人戦決勝で対戦したのは真柴亮、真柴のフリッターシャブとジョッキングライトに苦しめられます。一歩が右拳、真柴は左腕を負傷しますが、お互いに譲りません。一歩のアッパーからの右ストレートで KO しました。日本新人王戦では仙道武と対戦、
意識を失っても戦い続ける仙道。コーナーから一歩を睨みつけたまま立ち上がることはありませんでした。伊達英二の後輩の沖田敬吾からの挑戦を受けます。伊達譲りのテクニックに苦戦するもパワーで圧倒しました。 A 級ボクサートーナメントで佐伯拓磨と対戦。スピードに勝る佐伯に一歩の攻撃は空を切ります。しかしリズムを読み攻撃を仕掛ける一歩、逆転劇となりました。 A 級トーナメント決勝の相手はボルグザンギエフ。地力の違うボルグに根性で勝ち続けます。ボルグのホワイトファングをかわしバテルパンチで KO しました。日本タイトルマッチで伊達英二と対戦。伊達英二を KO 寸前まで追い詰めますがハートブレイクショットを受けてしまいました。復帰戦でポンチャイチ渡名と対戦。この試合でデンプシーロールを初披露しました。日本フェザー級タイトルマッチで仙道武史と戦います。ララパルージャー、地面が振動するほどの大歓声の中二人の意地がぶつかります。一歩のデンプシーロールを受け立ち上がるも意識を失ってしまいました。初防衛戦で真田和樹と対戦。弱点を狙われ苦戦するも全てを出し切りなんとか勝利しました。防衛2戦目でかつての後輩ハンマーナオと戦います。後輩を殴るという普通に悩む一歩ですが先輩として倒しきりました。世界タイトルマッチに挑む高村の前座で2王数と対戦。強引にデンプシーロールで勝ちを拾いました。防衛4戦目で島袋岩尾とのインファイター対決。接近しての打ち合いでは劣勢になるもボクサーとしての一歩の純度に島袋は及びませんでした。防衛5戦目の相手は沢村隆平。デンプシーロールを破られ沢村に痛ぶられてしまいます。しかし一歩の新デンプシーロールに沢村は対応しきれませんでした。防衛6戦目は唐沢匠と対戦。デンプシーロールを封印し自力で圧倒しました。7度目の防衛戦の相手が武圭一。トリッキーな攻撃と作戦に翻弄されますが一歩の底力には及びませんでした。ノンタイトル戦でジミーシスファーと力対力の真っ向勝負。一歩の強烈なアッパーがジミーの意識を刈り取りました。マルコムゲドー戦で一歩はゲドーのトリックに翻弄されます。しかしトリックごと破壊する一歩、強烈なアッパーで KO しました。ウォーリー戦では一歩はかつてないほどの苦戦を強いられます。攻撃は全てかわされ完全に翻弄されました。しかし一歩の積み重ねが功を奏します。ウォーリーの足を奪い逆転 KO 勝ちとなりました。小島ひさと戦で一歩の怒りが爆発します。挑発を繰り返す小島に一歩の渾身の一撃が炸裂。この試合を最後に日本タイトルを返上しました。迎えた世界戦でアルフレド・ゴンザレスと対戦。圧倒的な実力差ミキストリの登場に一歩は防戦一方。しかし一歩の頑張りは奇跡を起こします。アルフレドから逆転のダウンを奪うんです。しかし最後の一歩のパンチはアルフレドには届きませんでした。新型デンプシーロールを身につけアントニオ・ゲバラと対戦します。戦力的に一歩に分がありましたが徐々に押され始めます。最後まで新型にこだわる一歩、ゲバラの攻撃でダウンしてしまいました。試合後引退を決めた一歩、幕の内の戦績は26戦でストップしてしまいました。気持ちさえ戻ればいつでも復帰可能な一歩、その復帰戦の対戦相手はアルフレド・ゴンザレスを希望します。すでに引退してしまったアルフレドですが今の一歩がどう変わったのかを知るにはうってつけの相手です。あの時何が悪かったのか、どうすれば勝てたのか、いつかリカルドと戦うための参考になりそうですね。スパーリングでもいいので本気で戦ってくれないかな。